ということで ね、まあでも採用至らなかったから仕方がないですよね、はい、またの機会お待ちしておりますね。お願いします。さてさて、はいはい、次の方もねもういらっしゃってるみたい。あら本当ですか。ではダークエルフプリンセスエル、またエルフなんか多くないですか。もうあの写真撮った時点で満足してるでしょ、うん、最近やった悪いこと、森に迷い込んだ人間をエルフにした。悪いじゃねえか。種族変えれるんだ。種族変える、まあでも人によってはさすごい寿命伸びるからさ、あ確かに嬉しいような人もいるんじゃない。これ悪いとは限らないですよ。えでも死にかけじゃーっておじいちゃんが死にかけの状態のまま長い寿命を得たかもしれない。その長い早く死なせてくれみたいな感じの。これちょっと聞いてみないと分かんないですね。これは怖いね。確かにやってみたい悪いこと、人間たちから比べたがりを奪い種族によって差別が起きない世界を作る、うん、比べたがり、比べたがり知ってます。なんかね俺はねスッと入ってくんの。俺らみたいなのがいいよ比べたがりってやったらこうドーンって出てきて比べたがりみたいな感じで週替わりで暴れるやつでしょ多分。え知ってる。プリキュアです。プリキュア。プリキュアがプリキュアみたいなやつです。お話聞いてみましょうか。はい、はい、もしもし。何のヴィラン面接よ。入っちゃった。こんな面接ぶっ潰してやるわ。いやーぶっ潰してた。だいぶ気合入ってますね。これはなんて呼びしたらいいんですか。ダークさん、エルフさん、プリンセスさん、エルさん。好きな単語を選んで。好きな単語4択なんですか。4択どれが好き。ダークかエルフかプリンセスかエルフ。バラバラでいきます。ダークさんって呼びます私。じゃあはい、ダークさん。で俺どこどこやったってでいいですか。そんなのそんな名前は捨ててきたわ。あ捨てたんだあれ。私はねもう黒に染まったのよ。闇落ちしたんだ。闇落ちしたタイプだ。じゃあ私プリンセスさんにします。プリンセス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 として生きていた記憶もあったような。うわあ頭に打撃が走って記憶が。私はそうよダークプリンセスこれ半年くらい経ったら追加戦士になるやつですね。5人目くらいの感じ。光打ちの準備は万端よこれも。しかもエルさん名前間違ってたから今ダークエルフプリンセスエルだからね。ダークプリンセスエルになってた。許せばね。細かい面接ぶっ潰してやるわよ。本当にそう本当に細かい。じゃあプリンセスさんは、はい、なんで森に迷い込んだ人間エルフにしちゃうんですか。森に迷い込んだ人間どもに話を聞いてみたのよ、うんはい、そしたらね生きるのが辛いだなんて言うもんだから、うん、私がエルフになったらどんな楽しいことが待っているか教えてあげたの。そしたら彼女は喜んでエルフの耳を受け入れたわ。まず耳からね。耳から、 耳から、まず耳ね、形が、ね、はい、気になるところで、うん、耳だ。すごい長生きになるとかそういうのは、ね、そういうのそういうの。千年は確約されています。長いね。すごい長い。千年やばい。でもエルフにして喜んでるってことはいいことをしてるんじゃない。いや本当にどうか分かりませんよ。 それはちょっと私はヴィランよ。いいことなんて するわけないでしょ。あそうだね。彼彼女も泣いていたわ。これあれがヴィラン始まりのなわけないでしょ。正義が握りたいやつ。ブレブレなのよ。だからいい人なの。どっちなの。いい人だ。助けてあげたかった。やってること。エントリーシートはいい人、ね、謎だな。何話か教えてもらっていいですか。あの今1話ですか15話くらいですか。いやもう9話くらいよ。あ9話ね。あいいとこいいとこ、ね、一番絶妙なんだから。そうだ、人間性が見えてくる頃だ。どっちになっちゃうのっていう段階。はいはいはい。なるほどなるほど。やってみたい悪いこと。はい、はい。比べたがりを奪い種族によって差別が起きない世界を作る。そうよ、人間誰しもが比べたがりというものを持っているの。だからそれを消滅させて、はいはい、私が差別のない世の中を作ってみせるわ。そもそもエルフって差別されてるの。そうね、あれは982年前の。やばい、話長くなりそう。やばいやばい。相当なおばあちゃんエルフだったなこれ。おばあちゃん千年確約してるって言ってる中の980年。もう末期じゃないこれ。おばあちゃんなのではない。もうすぐ死んじゃうじゃない。これ比べたがりは具体的にどういう風に奪うんですか。まあそうですね、まあないのなかったですか。入れよ入れよ、比べられしもの入れよ、比べられしもの、はい、そして姿を変え私のもとにひざまずけとかですかね。とかですかね。他にもあるんだジャンルが、はい、バリエーションがね。毎回若干違うんでしょ。作り込みが甘いんじゃん。2クール目ぐらいに行くと掛け声とあのバンクが変わります。ちょっと召喚の仕方が若干強いやつになるんですよね。
あ、そうですそうです。そうなんだ。もっと比べたがりとかになります。そう、もっと比べたがりだと。はい、ちょっと作戦としましょう、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、どうするどうする。エルフ話長えんだけど全員コメント欄のお前たちなんか喋ってる喋ってる。エルフを合格にしろと言いなさい。ありがたいけどね。なんかエルフ字が強いな。ちょっとこれ声聞こえてないのかしら。光落ち前提ですからね、あの人。そうそう、なんかだから裏切るんだよね、うん、最終的に裏切ることがね、うん、飛ぶことが確約してるバイトは雇わないでしょ。確かに確かに、うん、踏み台にしようとしてるのがありありと出てるから、やっぱりね、ちょっとね、うん、ちょっと違うよね。世界観は好きなんですけどね。だったら初めからこっちいろよって話だけど、ね、そうね、中太陽でヴィランは採、このタイプのヴィランは採用されないよ、ね、人間たちの力でなんか言ってる。私をこのヴィラン面接に合格させなさい。なんかでも1話だったら多分受かってましたよね。今9話だからな。そうそうそう、9話になっちゃってるから、もうダメか。じゃあこれはね、まあとりあえず私が評価を受ける側の立場だとは思っていないけれどね。ダークさん、私はいつだって評価を下す側の立場だ。ダークさん、プリンセスさん、はい、素直急に素直、はい、プリンセスさん誠にありがとうございます。ちょっとこちらからね、今すぐ合否を出したいと思うので、はい、本日は誠にお呼びいただきありがとうございました。ご静かちゃんとしてる。お三方の配信いつも見ています。見ない、急にこび出してない。一緒に活動などできたら嬉しいなと思いますし、あのヴィランで歌ってみたとかも全然やれます。貪欲だな、はい、バイタリティヴィランで歌って、ランのすごい食いついてくれ、はい、はい、せーの、はい、はい、不合格不合格不合格。嘘でしょ。私を不合格にさせたことを後悔させてやるわよ。いやだって絶対光側行くもん。光側にね、うん、行きたい人だもん。キュアはちょっとね、最終的に正義側に寝返っちゃうんだろうなというのがありありと分かってしまったんで、ね、そうそう、うん、お前たち3人は光落ちしたいとは思わないのね。おっさんよ。ヴィラン面接有効よ。光落ちしてこそ輝くヴィランじゃないの。俺らやったまになる予定ないんですよ、実は。ずっと敵側で、ね、ずっと敵側でいいから、ずっとチャリンコ漕いでいたいの。違うんですよ、私は白いドレスを着る準備万端だったから。それがダメなんだって。ダメそんなやつ雇わないんだって。残念。じゃあ今回はありがとうございました、うん、はい、強敵になることを期待しています。ありがとうございました。また機会があればよろしくお願いいたします。最後まで丁寧だな。丁寧だね。怒ってっけどね。失礼いたします。バイバイ。いや、いい人だったんですけどね。キャラ良かったんですけど ね。キャラ良かった。本当に1話2話の出会いだったら私合格にしてたかもな、ね、ちょっと、ね、こっかだって9話から仲間だったら多分